もう知りませんから。若様、頑張って。よくやった雪風、そのまま凛子先輩のサポートに入ってくれ。ん？こっちは俺一人で単独行動で大丈夫なのかって？心配無用だって。これまでは危なかったかもしれないが、ここまで追い込めばもう大丈夫だ。俺だって最近は鍛えてるんだ。残党くらいならなんとかするさ。急に味方が裏切ったりしない限りはな。どうした？緊急の用事か？ええ、それもとびっきりのですね。これはサービスで、ただにしておいて差し上げます。あなたにはまだまだ死んでもらっては困るので。どういう情報だ？時間がないため端的に言います。風魔彩花が謀反を起こしました。私の手にした情報によれば、先代風魔当主の死後、抜け人として潜伏していた壇上派が神輿として担ぐために擁立したとか。は？情報は以上です。ご検討をお祈りしますよ。こうなったら皆を呼び戻すしかないようだな。いいえ、もう手遅れです。どういうことだ彩花。こちらのセリフです。私には独自の情報網などないとお思いでしたか？お覚悟を。どうやらこいつが描いた絵らしいな。そのようですね。若様、まだ息はあるようです。お気をつけて。なぜだ。どちらも疑ったりも誤解を解こうともしなかったのに。そんなことをしたらお前が逃げてしまうだろう。俺の足では追いついて倒せるかわからなかったからな。彩花を待つしかなかったわけだ。もし私が術で若様に攻撃したら、その隙に二人まとめてほふるつもりだったのでしょ。私の術は発動すると無防備ですからね。わからぬ。なぜそんな信頼できるのだ。一度は去ったものを、今も主とは認めぬものを。これで確実に死んでいますわ。まったく、騙すならもう少しマシな嘘をついてもらいたいですね。若様が壇上様に未練がありそうなものを
任務にかこつけて始末しようとしているなどと。でもさ、実際のところはどうなんだ。今は俺みたいな弱敗に仕えているということに不満や不安はあるのか。若様、そうですわね。正直に申し上げれば、私自身風魔の家の者として、そして今は亡き壇上様の秘書として、どういう立場でいればいいか決めかねております。ですが風魔彩花ではなく、一人の女彩花としては、今心の中に確かにあるのは、若様、あなたのお姿だけですよ。それって、ああ、いや、ちょっと待ってくれ。いや、でも、じゃあ、いやいや、これ自分から聞けねえよ。サイカ、ちょっと通信がな。だから今の話はまた今度でな。はい、若様、どうぞ。はい、こちら風魔小太郎。ああ、申し訳ございませんでした。あのような情報を流してしまうとは。しかし、言い訳をさせていただけば、あの時私は脅されていたのです、あの男の部下に。そっちも演技だったんだろ。脅されたふりをして伝えろと言われた言葉をそのまま伝えた方が展開が早いと思ったわけだ。だいたいその部下とやらはどうしたんだ。主がやられたと言っておとなしく帰るわけがないだろう。腹いせにこの情報屋をと思ってもおかしくない。大体は想像がつくがな。ま、その程度の脅しに屈するくらいなら情報屋なんて続けられていないだろうさ。ああ、お見通しでしたか。しかし、一つ訂正を。早いと思ったのではなく、信頼したのです。あなたと彩花様のその美しき主従をね。よく言うぜ。それより、別の情報は入りようではありませんか。まあまあ、お話を。いかがでしょうか。目の保養となります。港の協調も大事ですね。若様、追払いはお任せを。風魔彩花、参ります。もう知りませんから。